勇者は伝説の剣を手に入れた。ゲームの終盤で手に入れる最強の剣、あなたも自分のものにしたいかもしれませんね。実は世界には神話の中だけに登場するような伝説の剣が実在しちゃったりするのです。おや、ごくありふれた猫の様子が。どうもこんにちは、進化した究極の猫ルンです。今回はガチで実在する伝説級の剣を5つご紹介いたします。この動画をご覧になったあなたはぜひコメントや評価を寄せくださいね。では行ってみましょう。ねたざんまいねたざんまい。山下智之の軍刀。山下智之は第二次世界大戦時の日本帝国陸軍の将校です。当時イギリス領だったシンガポールを占領し、マレーの虎という異名で有名になりました。戦争終了後、彼はフィリピンで軍事裁判にかけられます。その結果、彼は死刑判決が下り、マニラで絞首刑に処せられました。そんな彼が軍役中に所持していたものがこちらの軍刀です。刃の部分は刀鍛冶の巨匠である藤原兼長により製造されました。当時過酷な前線に携行される日本刀は、敵の血や海上の塩害、雨によって錆びやすく、こうした背景から藤原は日本初のステンレス刀を製造したのでした。1945年9月2日、山本は自分の刀を陸軍元帥であるマッカーサーに差し出しました。現在この刀はアメリカのウェストポイント軍事博物館で展示されています。サンマルティンのサーベル。ホセ・デ・サンマルティンは有名なアルゼンチンの将軍です。当時南米各国はスペイン支配下からの独立を目指しており、彼はその指揮官でした。彼の指揮のもと、ペルーは1821年7月28日正式にスペインからの独立を宣言。そんな彼が最も大事にした財産の一つが、彼がロンドンで購入したとされる極刀でした。一見戦闘で使いにくそうですが、サンマルティンは大いに気に入り、この曲がりっぷり半端ないってと刃の曲線を絶賛。理想的な扱いやすさだと考えた彼は、自分の軍隊の騎兵にも同様の極刀を装備させました。彼はこの剣を死ぬ場で大事にしており、独立を達成した象徴だと語っています。七支刀。4世紀頃、朝鮮半島南西部では百済が支配していました。372年、その百済の王が当時の日本の君主に献上したのがこの七支刀。74.8 センチの鉄製の剣であり、65.5 センチの刀身からは枝のように6本の刃が出ています。物々しい剣ですが、戦闘に使うものではなく、祭祀的な象徴として用いられていたようですね。1870年、神道の宮司である菅正友は刀に次のような文章が刻まれているのを発見しました。この刀を使えば多くの兵を退けることができるよ。王の長寿と幸運がありますように。この剣は歴史的に重要なものとされ、1953年国宝に指定されました。現在は奈良県天理市にある日本最古の神宮、磯野上神宮に所蔵されています。炎の剣。エルシッドは1045年頃、中世イベリア半島にあった帝国の一つで生まれました。本名をロドリーゴ・ディアス・デ・リバールといい、強靭な剣士であり、スペインの英雄となっています。生涯彼は様々なタイプの剣を所有使用しましたが、最も有名な剣は炎の剣ことヒソーナです。103センチ 1.1キログラムの激長激重なこの剣は2002年に製造されており、刀身には中東のダマスカス鋼が使われ、
スペインのコルドバにて制作されました。伝説によれば、この剣は手にするものによって強さが変わるという性質を持っているのです。つまり普通の人が持つとそれなりの剣ですが、強いものが持った瞬間、敵兵は恐れおののき、降参するっすと戦わずして敗北を宣言したとのこと。そんなティソーナはスペインで最も大切な遺物の一つとされており、現在スペインのブルゴス博物館に展示されています。ズルフィカール。ズルフィカールはアリー・イブン・アビー・ターリブの剣です。彼は預言者ムハンマドのいとこであり、自身もイスラム国家の指導者として活動しました。一説では625年のウフドの戦いにおいて、ムハンマドはアリーの力と強さを称え、大事にしていたズルフィカールをアリーに直接手渡したとされています。先端部はハサミのように2つに分かれており、通常の刀とは異なる神秘的な印象が特徴です。その後アリーは627年のハンダクの戦いでズルフィカールを携行していたとされており、現在もイスラムの信仰の象徴とされ、たくさんの人々から崇拝されています。エクスカリバー。2018年夏、スウェーデン南部、8歳の少女はここにある別荘で夏休みを楽しんでいました。ある日、彼女が湖のそばで遊んでいた時、水の中に棒切れのようなものを見つけます。当時湖の水位は干ばつの影響でとても低く、彼女は難なくそれを拾ったのですが、その棒には柄のような持つところがあり、先端が尖っていて錆びていたのです。少女はそれを掲げて父親に、剣を拾ったよと叫びました。父親は当初、ただの棒切れじゃないかと思ったものの、専門家へ鑑定を依頼。すると、この剣はバイキング時代より古い1500年前のものとされる結果が出たのです。地元住民曰く、半分冗談で、新たなスウェーデンの女王が生まれたとのこと。伝説のアーサー王が湖の貴婦人からエクスカリバーを渡され、国を統治したのが由来です。ちなみに剣を見つけた少女の名前はサーガ・バネチェクちゃん。もしかしたら新しいサーガがここから生まれるのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。